VR とか AR を使って少し変化が起こるんじゃないかっていう答えが出てきてましたが、僕はねこれはねちょっと実は注目しているポイントではあります。皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日はちょっとねお客様と話してて思いついたんですが、チャット GPT 流行ってるでしょ。で結構使ったことある人もいると思うんですが、僕はまあどれくらい結構前に使ってみていろいろと遊んでたんですけど、今日はねあのチャット GPT に着物の未来を聞いてみようっていうのをやってみたいと思います。はい、どういう答えをねがね返ってくるか、こうご期待。パソコンの画面でね解説しながらいきたいと思います。というわけでねチャット GPT 試してみようと思いますが、アクセスするとねこういう画面になりますね。まあアカウントがない方はサインアップって押してアカウント作るんですけど、まあ、僕はアカウントあるんで、サインインっていうところをねこう押すだけですと。まあ、最初にねチャット GPT っていうのとダリーっていうのと API っていうのを選べるんですけど、まあチャット GPT をね今回やってみるんでチャット GPT 選ぶと、まあ Google の検索窓みたいなところが出るんで、そこに着物の未来を教えてっていうふうに入力すると、でそうすると、まあ、こんな感じでね文章がどんどん作られていきます。早いっしょ。読んでみますが、着物は日本の伝統的な衣服であり、長い歴史と文化的な価値を持っています。現代の日本社会では、着物の着用は特別な機会や行事、祭り、結婚式などの形式的な場で一般的です。しかし、着物の未来についてはいくつかのトレンドと変化が考えられます。1、モダンなデザインとの融合。着物のデザインは伝統的なものから現代的なものへ変化していますと。若い世代の間では伝統的な柄や色合いを取り入れつつ、よりモダンなスタイルやデザインの着物が人気を集めています。カジュアルな着こなし。伝統的な着物は一般的に正式な場での装いとされてきましたが、最近ではカジュアルな場でも着物を楽しむ人々が増えています。カジュアルなスタイルや素材を使用した着物が開発され、普段使いや観光などの場で気軽に着ることができるようになりました。着物の普及と国際化。着物は日本文化の象徴として国内外で人気があります。日本国外でも着物の着付け教室や着物イベントが開催され、多くの人々が着物の魅力に触れる機会が広がっています。また異文化との交流においても着物が重要な役割を果たし、国際的なファッションショーなどで着物が取り上げられることも増えています。4. テクノロジーの活用。着物の製造や着付けにおいてもテクノロジーの進歩が影響を与えています。織り機や染色技術の改良により、より効率的に着物が作られるようになりました。またインターネットやスマートフォンの普及により、オンラインで着物の購入や情報収集が可能になりました。これらのトレンドや変化により、着物は伝統的な衣服としての価値を守りつつ、現代社会においても魅力的な存在として続いていくことが期待されています。着物の未来は伝統と革新が融合した形で進化していくと考えられますと。なるほど。っていうことですね。はい。はい、ということで、もう一個ね、質問をね、入れてみたいと思いますが、ニューチャットっていうボタンを押して、同じようにね、文章を入れます。着物業界に今後10年以内に起こるであろう変化を知りたいと、まあ、僕が興味があることですね。はい。でちょっと考えてますけど、はい、着物業界における将来の変化については、私の知識のカットオフ日が2021年であり、情報が限られていますが、一般的なトレンドと予測に基づいて以下のような変化が起こる可能性がありますと。 1. デジタル技術の進化。着物業界でもデジタル技術の進歩が見られるでしょう。オンラインでの着物の販売やレンタルサービスの増加、バーチャルリアリティ VR や拡張現実 AR を活用した着物の試着体験などが普及する可能性があります。 2. ユニークなデザインとの融合。伝統的な着物のスタイルや柄に加えて、若い世代向けのモダンなデザインやアレンジが増えるでしょう。着物をよりファッショナブルで個性的なアイテムとして位置づける試みが進む可能性があります。 3. 持続可能性と環境への意識。着物業界も環境への負荷を軽減する取り組みが求められる時代です。エコフレンドリーな素材や製造方法の採用、リサイクルや再利用の促進など、持続可能性に配慮した取り組みが増える可能性があります。 4. 国際的な需要の増加。着物は日本の伝統的な衣服ですが、海外での需要も増えていくでしょう。海外向けのプロモーションや販売戦略の強化、異文化とのコラボレーションなどによって着物の魅力が世界的に広まる可能性があります。 5. 着物文化の継承と普及。着物の着付けや着物に関する知識は後継者不足や若者の興味の低下などの課題を抱えています。
しかし伝統文化の継承や啓蒙活動に力を入れる取り組みが増えることで着物文化の普及と新たなファンの獲得が期待されますと。これらの変化は予測であり、将来の10年間で実際に起こるかどうかは分かりません。しかしテクノロジーの進歩や社会の変化に伴い着物業界も変化し続けることでしょうということですね。はい、なるほど。まあどうなんですかね。まあちょっと感想を述べたいと思います。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。これ実は結構前に同じ質問をね、特に2問目なんですけど、同じ質問を一度前にもやったことがあって、実はねその時と回答違ったんですよ。なのでおやおやと思ってですね、チャット GPT そんなに成長しないはずなんだけど、まあ、僕はもしかしたら2回目の質問とかだから、質問も答えを変えてきてる可能性はありますね。はい、わかんないけどね。ちょっとあんまりそこまで中の仕組み詳しくないんで。で、まあ、結果どうだったか。まあ割とチャット GPT 自体はお利口さんな回答をするなっていう印象がやっぱりあって、すごくちゃんと前置きした上で無難な回答をするっていうのが一つね。で、特に2つ目の質問での答えで思いましたけど、着物の未来としては VR とか AR ね、皆さん詳しいかな、 VR とか AR を使って少し変化が起こるんじゃないかっていう答えが出てきてましたが、僕はねこれはねちょっと実は注目しているポイントではあります。はい、まあ、前にね Facebook とかでちょっと龍馬さんとかとねちょっとやり取りしたことがあるんですけど、龍馬さんとかあと紅型のね職人さんとかねやり取りしたんですが、まあ、VR とかは今のこうなんていうの、スマートウォッチとかああいうレベルでは、あとなんてオキュラスとかね、まあ、ああいうのだと来ないだろうと思っていたんですが、今年の年末にアップルが本気のグラス型の、まあ、ガジェットっていうかをね出してくるんで、これはねちょっと注目しなきゃいけないなと思っている点ではありますね。何が変わるかっていうと、例えば EC サイトとかで着物をこう選んでもですね試着できないじゃないですか。なんだけどこうそのね、まあ、こうメガネ型の例えばデバイスがあったとして、でそれをつけて鏡を見るとこうその着物を自分が着てるようなこう様子がねちゃんとわかるみたいなことが、できるようになりそうな気はしますね。それは多分まだまだ先だけど、開発者向けにね多分最初デバイスが出るんで、高いからさ50万とかするんで、まあ、開発者買うと思うんだけど、で多分それプラス回線速度が 5G になると遅延とかねデータ量がすごくたくさん出せるようになっていくんで、まあ、それも組み合わせるともしかすると遠方でも試着ができたりとか、まあ、AR 使っていいんだったら普通にアバター的に着物着てるようにこう、ね、見せるとかはグラス越しには見えるとかはできちゃうんでっていう未来が来るかもしれないなと、思ってますね。はい、ちょっと何言ってんだお前はっていう気もしなくもないですが、まあ、ちょっとチャット GPT のこと触れたんで、まあ、僕はちょっと来るかもなと思ってる未来にねの、まあ、着物とか EC サイトの様子をちょっとこう喋っていましたが、まあまあまあ当たるも発見当たらぬも発見ってとこですか。はい、まあどちらにしてもね未来はいろんな変化、10年後はもう全然違う世界が広がっているでしょうから、まあ、そういった変化に乗り遅れないように、まあ、新しい技術でね注目できることにはチャレンジしていただけなと、まあ、そういうの好きなんでね思っておりますということで、いかがでしたでしょうか。このチャンネルはね着物の、まあ、仕立て直しとか寸法とかお手入れとかね着物の商品を紹介するチャンネルなんですが、まあ、今日はねチャット GPT の話しましたけど、まあ、着物に関するテーマは幅広く扱うチャンネルです。よろしければチャンネル登録と、高評価をしておいてください。でチャンネル登録時にねベルマークがあって、まあ、今デフォルトカスタマイズされた通知が出るようになってるのでそのままでもいいんですが、全部の通知を受け取るっていうのもあるんで、より見逃したくない方はそちらをね選んでおいてください。着物に関するお手入れの相談は、まあ、LINE でね公式 LINE が、概要欄に書いてあるのでそちらからお気軽にご相談くださいということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。